どうもシュートです。さあ今回もフットボールアプリのとこ取ってきますけれども、今回は指名契約権で獲得できる、まあおすすめ選手ランキングとマッチパス2人登場してるんで、そちらの選手も解説していこうかなと思います。まあナショナルスターズ、 J リーグ、ブラジルリーグ、3つの指名契約権が来てますけれども、まあ今回は星5の紹介がメインになりますかね。星3も1人だけ紹介しますけど、まあ星4で取るべき選手みたいなのもいなかったし、星3も1人ぐらいだったんで、まあ基本は星5かなと。でいつも通り指名契約権の獲得方法なんですけれども、まあただ単に試合をするだけですね。まああと数多く星5指名契約権だったり星4指名契約権欲しかったら、このバリュープレミアムっていうマッチパス買えるんで、まあバリューは今回エンクンクで、プレミアムはルイスディアスと、まあいい選手もゲットできますし、まあバリューはエンクンク持ってないならまあ絶対勝っていいんじゃないかなってレベルで、まあエンクンクは強いですね。で評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺をご理解ください。ではまあ星5の選手のランキングに入っていく前に、星3でめちゃくちゃ優秀な選手を1人紹介しておこうと思うんですけれども、それは J リーグのですね、この一番右下にいる森田選手ですね。この選手がまあめちゃくちゃ優秀でして、まあ総合値は88なんですけど、裏総合値がまあ補正時88監督で97までいくと、まあ星3で裏総合値97なかなかいないと思いますし、まあ2ボランチとかならね結構強い気はするんですよね。足元能力そこそこあって、ボルコンとグランダパス高いんで、まあいいトラップしてからいい縦パスとかスルーパス送れると思いますし、まあスピード瞬発力もそれなりにあって、フィジコンボディコンもまあ最低限ぐらいはあるかな。で守備能力もまあ80手前ぐらいまでだいたい持ってますし、スキル的にはダブタワンパとか足裏コントロールなんかも持ってると。リフトハブには書いてなかったですけど、スルーパスも持ってますね。まあ低身長で扱いやすさもあったり、まあ星3だったらねもう余りまくってると思うんで、まあ J イベでも使えるし、なんなら初心者の人とかだったらガチスカでもギリ使えるぐらいの選手ではあると思うんで、選手揃ってない人や、まあ J リーグイベントのスカッと補強したい人は、まあ、必ず獲得しておいていいんじゃないかなと思います。では星5の選手に入っていきますけれども、今回4位から1位紹介していって、まあ最後にマッチパスの2人紹介しますが、まず4位はこちらのブラジルリーグのパウリーニョですね。能力値大体こんな感じになっておりまして、まあ足元能力はそこそこ、パスもまあ最低限できる感じかな。まあオフ線決定力、スピード瞬発力、キック力、この辺りはまあぼちぼちいいかなと思いますし、身長174cmとまあ結構低めではあるんですけど、フィジコンボディコンも結構高めなんで、まあ割と使いやすそうな感じはしますかね。でスキル的にもダブルタッチ持ってたり、足裏コンカワンシュースルパとかも持ってるんで、まあ結構優秀かな。まあ星5使って取るほどかって言われたらちょっと微妙な感じはするんですけれども、まあリンクフォワード好きだったり、低身長の方が好きやけど、まあゴリゴリ加減もあってほしいっていう欲張りな人にとっては結構いい選手なんじゃないかなと思います。でまああとトップ3、3位から1位に関してはこのナショナルスターズからの選出ですね。では第3位はアラスカエタですね。身長172cm、右利きのチャンスメーカーということで、まあ足元能力はまあ結構整ってる感じかな。ドリブル、パス、決定力、何でもまあそつなくこなせる感じではあるんですけれども、まあ身体能力面のやっぱスピード瞬発力物足りない感じはしますかね。まあもうちょっと上の頃はスピシュンとかもあってもっと使いやすいタイプだったんですけれども、ちょっとスピシュンが落ちて若干使いにくくなったかなっていう感じはしますけど、まあそれでもキック力とかフィジコンボディコンはね結構低身長ながらもフィジカルもあったりしますし、まあある程度使いやすさは残ってるかな。スピシュンさえあればもっともっと順位は上になってきたかなと思いますね。スキル的にはダブタ、ミドル、スルーパス、アウト、スピンキック、ピンポイントクロス、スーパーサブあたりを持ってて、まあでもわざわざ今回星5指名契約権を使って取るほどでもないかなと思うんで、まあやっぱ無課金、美課金の人は1位か2位を取るようにした方がいいんじゃないかなっていう感じはする選手ですね。では次2位はボーウェンですね。身長174cm、 左利きのインサイドレシーバーということで、まあインレシに関してはまあ新しい機能でプレーエリア制限、プレーエリア幅制限みたいなのが登場したんで、まあ多少ねインレシでもサイド張ってくれるようにはなったんじゃないかなと。まだ使ったことないんで分かんないですけど、多分そういう使い方もできるでしょう。ただまあ別に CF で使っても面白そうな能力はしてるというか、まあパス最低限ですけど、決定力82、まあ最低限あって、ドリブル能力も90前後あって、スピード瞬発力、キック力全部まあそこそこは高いですし、フィジコンボディコンもあってっていう、低身長なんで使いやすいし、まあもちろん左利きで、まあ、無印 CF メッシとか持ってたら使う必要もないかなと思いますけど、まあ始めたてとかで指名契約も期限も切れるし、とりあえず誰か取らないといけないっていう人に関しては、まあボーウェン狙っといてもいいんじゃないかなと。スキルはダブルタッチ、ワンシュー、アウト、スピンキック、闘争心なんかも持ってるんで、まあそれなりに優秀ではありますかね。ではラスト、今回の1位はジョタでいいんじゃないかなと思います。身長 178cm、 右利きのインサイドレシーバーということで、まあこの選手はサイドで使うよりもやっぱ逆足精度最高とかも持ってますし、CFST で使ってあげるのが一番いいかなと思いますね。
まあ、ドリブル能力、まあ、大体90前後ぐらいあって、まあ、オフェンスセンスもそれなりに高く、パスも最低限で、決定力83あって、逆足頻度精度が高い最高なんで、まあ、数値以上に点は結構取れるかなっていう感じはしますし、スピード瞬発力もまあ最低限ガチスカでやれるぐらいはあって、キック力も高いですね。でフィジコンボディコンも70、90と結構高い方だと思いますし、まあ、身長178センチといい感じの身長持ってるんで、まあ、フィジカルとかもそれなりに活かせるかな。でスキルはダブルタッチ、エラシコ、足裏持ってるんで、最初から特殊ダブルタッチ使えて、まああとはねそんなにいいスキルは持ってないんですけれども、まあワンシューだったりミドルとかスルーパス、コンカー、アウトスピンキックとかいろいろつけまくったら、まあそれなりに優秀な選手にはなると思います。まあただ初心者の人とかで指名契約権、まあ無課金でそんな持ってないし、一個この選手のために使うのなんか能力微妙そうやなって思う感じなら、まあ別にスルーしてもいいんじゃないかなと思えるぐらいの選手ではありますかね。次のフェーズ始まった時の、まあ1ヶ月先の指名契約にちょっとかけて指名契約権置いとくっていうのも、まあ全然選択肢としては悪くないと思います。それぐらい優秀やけど、まあ超強いかって言われたら、超ガチスカ級かって言われたらそうでもないですね。ではマッチパスの2人、エンクンクとルイスディアス紹介していきますけれども、まずはルイスディアスのプレミアムの方から見ておきましょう。身長180センチ、右利きのウィングストライカーということで、まあドリブル能力だったりスピード瞬発力、キック力っていうのはもう青色全部乗ってて、ものすごくいいものは持ってますけれども、まあ、やっぱパスとか決定力ね、この辺がまあ上げても全然高くならないんで、まあちょっとそこがだいぶ微妙。ただまあ決定力78でキック力90ぐらいあれば、まあサイドからアウトスピンとかコンカ打つぐらいなら、まあ多少は決めれると思うんで、まあわざわざポジ的つけて CFST で使うんじゃなくて、もう元からついてる右ウィング、左ウィングとかで使ってあげるのがいいかなと思います。スキルはダブルタッチ、足裏コントロール、ピンポイントクロス、アウトスピンキックなどなど、まあまあ一応サイドで即戦力で使えるスキルは持ってる感じではありますかね。まあ右ウィングが一番おすすめな感じがします。ではラストはエンクンクですね。身長175センチ、右利きのチャンスメーカーということで、まあこの育成だったら左ウィング、裏走行値100ありますし、まあ300コイン200コイン返ってくるって考えたら、実質300コインでこのエンクンク取れるって考えたら、まあフランスパックとか、まあそれから他のエンクンク持ってない人だったら、まあ全然狙ってもいいんじゃないかなと。コンディション波は大きいなんで、まあ逆に小さいとか普通よりも好調絶好調の確率は多いんで、ベンチに置いとくっていうのは全然選択肢としていいかなっていう感じがします。まあドリブル系能力95とか93あって、スピードもねプラス1監督補正で90とか乗せれたら、スピシュン90、91とか持っていけて、キック力も高めですし、まあ今回のエンクンクはフィジカルがね簡単に70とか乗せれるんで、そこもいいかな。でボディコンも95、パス決定力っていうのもまあドリブラーにしてはだいぶ高い方だと思いますし、やっぱこれがね300コインで取れるっていうのはもう普通にめちゃくちゃいいと思います。でスキルもマジで優秀で、ダブルタッチ、コンカ、ワンタッチパス、スルーパス、アウトスピンキックなど持ってるんで、もうあとはワンタッチシュートとかミドルとかそのあたりつけれたらもうほぼ完璧になると思いますね。まあポジ的使って右サイド、右ウィングとか、まあなんなら CF で使っても全然面白い能力はしてるかなと思いますし、まあほんと欠点がないんでね、まあフランス版持ってる人でももう契約切れるし、ちょっと取っときたいっていう人はまあ300コインなんで全然これ取っちゃっていいかなっていう感じはしますかね。それでは今回ここで指名契約権のおすすめ選手ランキングと、まあ、マッチパスの解説を終わっていこうと思いますけれども、いかがでしたでしょうか。まあ今回の指名契約に関しては、まあ、無理して獲得するほどでもないかなと個人的にはやっぱり思っちゃいますね。ボーエンもまあめっちゃ強いわけじゃないし、ジョタも能力とか結構優秀ですけど、スキルが大変だったりもするんで、まあ欲しい人、そんなに選手揃ってない人は取ってもいいと思いますけれども、まあギリギリ指名契約権もギリギリでやってますって人は、まあ次の指名契約にかけてもいいんじゃないかなと。もうあと27日ぐらいで来るんでね。それよりもやっぱり今月回収しておくべきはマッチパスのエンクンクかなと思いますね。さっきも解説しましたけど、やっぱめちゃくちゃ能力値がいいんで、もう超使いやすいし、現役ならもう操作性とかもうなんかいろんな面考えてもナンバーワンで使いやすいって思う人もやっぱいっぱいいるぐらいエンクンクって強いんで、まあ波大きい版は多分初ですし、200コイン返ってくるんで、まあ全然買っておいて損はないかなと。まあとりあえずエンクンクは超熱いけど、指名契約はそこまでかなっていうのが今回の感想ですかね。それでは今回はここで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。